待って、やばいやばいやばい、食うな食うな食うな、おい働けお前。待って、そっちはね、キノコなんか今どうなっていいんだ。敵敵敵。はーい、こんにちは、タカシャ。それじゃあ本日はこちらのゲーム、ピクミン3のサイドストーリー、オリマーの冒険再びをやっていきたいと思います。内容といたしましては、ドルフィン号初号機のパーツを回収ということで、まあ、初代ピクミンのようなことはやるんかな？うん。とりあえずやっていきましょう。はいはいはい。肌色ですな。これはオリマーの肌かな？あれ？本当にオリマーの、ああ、本当にオリマーの肌かい。本当にそうだと思わなかった。はいはいはい。ルイ、ルイ。はい、今。はいはい、そういうことね。うん。社長。社長は激怒した。いや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 。取り戻すまで帰ってくるなって。お前、従業員の宇宙船売ったろ。それ取り戻してから言え。ハーハー社長ですね。今のご時世だったら訴えられても仕方がないもんね。こんな社長、お前が社長になればいいのに。オリマが、そっちの方がいい会社になるよ絶対。おで、ピクミンがオリマの機関をね、察知したようですね。優しいよね、何度だって手貸してくれんの。ケアルスピナ。もう常連さんだもんな、この星の。いいなぁ、やっぱり。おいでは、始めていきましょうか。ピクミン3、サイズストーリー。ピクミンを集めよと。はい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 。はいはい。今回はピクミンを増やすわけ？それでいいんかな？ドビーション。はいはい、4度目。はいはいはい。もう4度目の期間か。結構、多分、周期早いだろうな、帰ってくんの。自分の星にいるより今ピクミンの星にいる方が時間長いんじゃないの、もしかして。1日目はどうなんだろう、ピクミン回収するんかな。うんうんうん。それでは始めていきましょうか。ピクミンと再会と。あ、いるね。もうとりあえずルイを回収して引っこ抜くのに使うと。でその後に、はい、これで、はいはい、いいね。こういうの回収して、他の、こっち側も見ようか。いいね、段取りいいんじゃないか、俺今。はいはい、で、一回解散からの、ちょっと溺れちゃうけど我慢して。あ、溺れない、ちゃんと我慢してくれてる、水際で。いいね。あ、うちがこっちじゃないんだよ。こっち。はいはい、オッケーオッケーオッケー。ルイも投げちったな。で、この向いてる間に、おいおいおい、いいんじゃないか今。結構、段取りいい感じかもしんない。おい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 、あ、そっちなんだ。ちょっと待って、一回解散。一回解散して、おいおい。あ、やば、溺れたー。待って、来い来い来い、こっち来い、帰って来い帰って来い。おい、難しいんだよな、この解散。一斉解、おいおい、なんでついてきてんだ、お前。なんか勝手にやられてる？なんか自分で動いてる。今回ピクミンなんか自分で動いてくれてるな。すんごいありがたい。自律神経がある。これで増やして、違う違う違う。あー、なんか投げちゃった。まあ、とりあえずこれでいいや。あ、待って、やばいやばいやばい、食うな食うな食うな、ミスったミスったミスった、こっち逃げろ、こっちこっち。あぶねえ。やべ、でも一匹減っちゃったよ。これがあったんだよね、これ。はいはい。ちょっとこれ運んでもらいましょうか。で、その間に、ちょっと、余分なピクミン。うわー、そっちにいる。くそー、待って。そう、倒、あー、待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、戦い。よし、来たー。戦って、まず戦い。お前ら戦い。そっちはね、はいはい、オッケー。あぶねー。荷物運ぶこと優先したな、あいつら。繁殖を優先しやがった。
あ、これピクミン抜くだけでもさ、お宝になるんだ。ピクミンは宝だもんな。そこんとこ分かってんか。いいね。あの、まだあれだな。まだ、橋が集めきってない。こっち側かな、じゃあ。お、いますね。じゃあ、こいつを倒しちゃいましょうか。くっつけて、おいおいおい、一瞬あー、ここにあんじゃん。ちょっと待って。それだったら、普通にここ、まず破壊してもらった方がいいな。うん。で、はいはいはい。余分の人数、ここ、行ってもらい、赤ピクミンにも手伝ってもらう。で、まだいるよ、多分。あー、あった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 。発見！これで、あ、やばい！でもダメか、遠かないか、これ。ギリ、いけないな、これ、逆側からしかいけない。ミスったー！時間がー、時間がもったいなーい！これ多分あれだよね。うん。引っこ抜かないとお宝扱いなんないね、多分。あとはまあ引っこ抜いて、終わりでしょ。あー来たーよーしよしよし、危なーあーはい、100匹、あ、なるほどね。危な、ギリギリだったの、本当に。いやーもう一つ、赤ピクミンの方もまだまだあったからさ、時間足りないと思ったけど、いけたな。うん。すげえ。なるほどなー。うん。そういうことか。消去本体は場所も今だからないわ。じゃあ次回からその旅が始まるんかな。パーツを探す旅。いやーギリギリだったな本当に。で今回は爆弾魔が出るみたいだね。うん。多数のチャッピーが生息するエリアを通らなければいけないと。はいはいはい。じゃあやっていきましょうか。原生生物大掃除と。うん、爆弾、あ、はいはいはい。なるほどね。爆弾岩が大切と。覚えとこう。レディーゴー。だからまあ、あ、これって、これはペレットか。ちょっとペレットを引っ込めてもらおう。これも、ペレットっぽいけど、ある？あ、多分一緒になってるな、これは。いや、待てよ、時間が足らん。そんな時間ない。ちょっと一回倒そう。おい！ちょっとマップ見んの忘れた。マップは？うわ、結構長めだわ、これ。あ、やばい！割とサクサクいかないとまずいかもしんない。そうよね。だって帰ってくるまでの時間あるもんな。あー、これ帰ってくるまで 1分ぐらいかかんじゃいか？うん。と早めにこれもう、行かないと。あ、でも敵を倒さないといけないんだ、これ、この感じ。近いな。近いな、マップ。ちょっと、また、ちょっと上に戻ってくんないか上から視点になってほしいんだけどさ。マップの感じがおかしかった。ちょっとこれどうやんの？おいっと。よし、倒した。あ、でもこの感じあれか。倒すだけでいいんか。ただ単に。ある程度増やしたら、もう進んじゃおう。おい、はい、はい、はい。よし、じゃあもう進んじゃおうか。あとはもう倒すだけだね。この視点どうにかなんねえかすごい動かしづらいな、これ。この着陸場所ってもしかしてあれじゃないか？この着陸場所って。あ、よかった、上に戻った。あの土壌が出てきた場所よな、多分。こっち側にもいるね。確かイヤーピクミンは投げた方が威力強いんだっけ？はいはいはい。来た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 。で、ちょっと、ピクミン、青、赤ピクミン、赤ピクミンそっちじゃない。あ、でも終わった終わった。よかった。あ、でもまあみんな吸ってもらって、よし、来た！で、あとは、イワピクミン連打で、オッケー！これ早いよ！これ早いよ、イワピクミンは！来たー！月下成分、月下成分、すえ。で、もう、泣き殻は放置していい。泣き殻もう肥料、もう、大地の肥料にして、すめ！よし、来たー！ほいほいほい。いっぱい倒していくよ。あ、ここにもいるじゃん。これも敵だよね。うん。おい、ちょっと待って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 。こいつ掴め。これでいいや。よしよしよし。まだどこにいる？おいおいおい、なんだルイ、なんで俺ルイを選択している。突撃。ちょっとこれ取っちゃおう。うわー、いるなー。ちょっとあれ放置していいかな。あれ最後にしよう。あれおやつね。うん。うわー、しかもあれいるなー。
あの、カニがいる。カニちょっと大変なんだよな。カニ爆弾、爆弾ある？爆弾どっかに。この上とかはないか。もう戦うしかねえか。ご了承しよう。ほいほいほい。ハサミを壊して、来た！あ、もう、もう武器ないじゃん、お前。こんなんしたら。そんなんあるんだ！武器壊すことできんだ。あ、ちょっと爆弾、爆弾ちょっと誰か持って。これ、はい。持って、オッケーオッケーオッケー。クマチャッピーに、これ食わせよ。はい。これ食え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 。まあでもいいでしょう。爆発した！で、来るけど、近づいてくるけども、もうそこまで近づいたら俺の方が強いぞ。来たー、勝った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 。もう勝った、もう勝ってる、もう勝った絶対。なんか食ってる。お前つまみ食いすんな、後ろで。はいはいはい、まあ、外焼きして。あー、もうちょっとじゃないか、こっち側だね。うわー、これ2体。あ、待って、これはイワピクミンで一気に割ってから倒すのがいいって聞いた。はいはいはい、倒せ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 、ボコ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 にしろ。やばいやばい、待って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 、全然違うとこ当たってる。でもこっち側とかいいんだろうな、こっち側やった方が。こいつに爆弾あったらどうなんだ。あ、待って待って待って、ドーン、一瞬でいった。ちょっと一匹無駄になっちゃった気がするけど、いいでしょう。来た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 、もういけもういけもういけ、いった。はい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 、順調ですね。あとどこにいんの。あーあ、じゃあもう楽じゃん。あれ、もう終わりじゃん。いけ詰め、あ、全員突っかかってる、ここで。お前どこへ突っかかってんだよ、そこ。危ない危ない危ない。今だ、今いけ今いけ。これでこれで終わりじゃないか。よーし、ミッションコンプリート。今回結構楽しかったね、敵倒すの。集めるってよりも、倒すメインだったね。うん。はいはいはい。凶暴な原生生物の戦いが続くばかりだ。毎回なんちゃかんちゃら、はい、ルイ君と相棒、あれ待って。そういや、ルイはさ、その、ドルフィン号初号機が、もう墜落してること知ってるよな、壊れてること。あれ？多分、ルイが壊したんだよね、ドルフィン号初号機多分。あ、そういうことじゃないの？もしかして、あのドルフィン号初号機はさ、あれ？ルイ黙ってる、もしかして壊したこと。でもあれはあれか？うん。あそこのあの、第一の敵がいたとき、めちゃくちゃでかいって聞いたじゃん。あの時のあったドルフィン号初号機は、違うんかな？普通に、オリマーたちが来たときから、ああやって壊れちゃったんかな？どうなんだろう。まあ、とりあえず、お次のやつ行ってみるか。大地と海と大空と。なんかちょっと、千春が歌ってそうだね。想像していた以上、原生生物の数が多い。しかし、ここを通らなければ、パーツのある地点にたどり着くことはできない。パーツを運搬するときも考えて、安全確保のためしっかりと対峙しようこう。どっちか、あ、今回はほんと敵倒すだけかな。うん。敵を倒すことを重要視してんかな、今回のミッションは。再びは。うん。どうなんだろう。なんか前みたいにお宝集めのあれじゃないもんな。そうだね、敵の数だね。うん。敵を倒すことを中心としてやってるわ。まあ、とりあえず橋はこれで完成するかな？完成するっぽいね。来た！で、どうしよう。どっちに行こうか。こっち行って、まあ、敵倒さなきゃいけないんだもんな、まず。うん。あー、こいつか。こいつちょっと来い。待って待って、驚いた拍子に、あー！くっそー！削れ削れ削れ切れ！よし来たー！減っちゃったな、人数。まあ、でも、こんくらいやったらまだいっか。じゃあ、これやってもらってる間に、ちょっと俺、待って。あの、あっちの青ピクミンいたから、そっち行くわ。青ピクミン、うん、確かここら辺にいたんだよな。おい、いるいるいる。ここら辺にありますね。普通にいるわ。で、青ピクミンだったらこいつノーリスクで倒せるんで、やってもらいましょう。ん？あー、これ壊れてんのね。壊れてるってか、これなんだ。壁があったんか。ミスったなー。じゃあちょっとオリマの方戻ってもらって、運んでる。これで、
はいはい、来た来た来た。で、これで箱、あ、待って、運ぶ前にあれ敵倒した方がいいな。うん。よしよしよし。これ一回倒してもらって、うん、キーピクミン。よしよし。オッケー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 。順調順調順調。で、これをやってもらうと。で、青ピクミンの数ももうこんぐらいいれば十分だと思うんだよな。うん。で、あ、ちょっと白ピクミン確保しに行こうか。この先いるな、白ピクミンが。ほいほいほい。そうだ、敵は倒さなきゃいけないんだったね。あ、そうだ、敵倒さなきゃ。あー、ついてきてる。はいはいはい。こっちの敵と、あとここにもあるな。うん。はいはい、ここにもあるじゃん。危なー、気づいてよかった、こう。早めに。で、ちょっと倒して、これは。倒します。よしよしよし。一回回収からの、また突撃。これで結構行くはず。はいはいはい。で、20人。ちょうどいい。これで完成したね。オッケー。で、ちょっと待って。運んでるけども、危ない危ない。あー、待って。一回、待って。どうなってるどうなってるこれ。一回待って待って待って。おいおい。解散解散解散。全員解散してもらって、あの、運んでるのちょっと丹波。違う違う違う。待って、ちょっと待って、お前、赤ピクミン。やばい、目覚めちゃったなぁ。これ、や、危ない。はい、後ろ向けた。背中向けた、こいつ。背中向けたらもうこっちだって出番よ。いけ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 。おいおいおい、来たー。もう勝ちですね。もう俺らの勝ちが決まった。一回これ、はいはい。ゲート持ち上げてもらいます。で、確か、羽ピクミンは空中戦が得意っつんで、これ任しちゃいますか。おいおい。あー、やば、来た来た来た。あー、近づけて近づけて、こ落として、突撃突撃。俺の一番苦手な敵。あー、おっきい敵いるなー。来たー。一回おびき寄せる。一回おびき寄せて、あ、おびき寄せね、これ目を壊せばいいんだ。はいはい。危ない危ない危ない。忘れてたわ。で、こっち側の目潰して、はいはいはい。で、あとはお腹攻撃。はいはい、赤ピクミン任した。よし、来たー。一気に進んだ。で、次、ここ、ここ。持ち上げてもらう。はいはいはい。でも、来てもらっていいでしょ。この後にパーツが落ちてきてもいいんだかと。ないんだよな、でも。で、一回、解散からの、赤ピクミン、羽ピクミンだけは来てもらって大丈夫。で、戦う、戦う。あ、でもお前はいいよ。ルイだったらいいわ。ルイだったら全然よ、連れてってもらって。そのままやられていいわ。うん。そのまま住まい連れてってくれ。あとは水の中の敵だから、それ、時間内にそれがいけるかどうか。頼んだ。あ、早い早い、一瞬。赤ピクミン、青ピクミン頑張れ。青ピクミン頑張ってー、よっしゃー。あとあの、ちっこい魚じゃないか。来たー、これいいでしょ、来たでしょ。溺れてる溺れてる。まだ、オッケー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 。なんだなんだなんだ。いや、なんか、おかしなことあってる。あはははは。ハリーピクミン最後溺れて終わった。はい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 。ミッションコンプリート。ちょっとね、効率はちょっと悪かったかもしんないな、でも。このエリアでも初号機は見つからなかった。パーツの一部らしきものを発見した。状況から推測するに、初号機は破損が激しく、いくつか部品が散らばってしら、縛っていると。はい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 。このパーツを原生生物から守りながら、ポットまで運ばなければと。見つけたんだ、パーツ。で、やっぱルーイさ、壊したこと黙ってない？ようやく発見か、でも。一つ目のパーツしかないんか。メインエンジン発見。はい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 。ま、本当に、なんか初代ピクミンみたいなことやるってことよな。これは。パーツを安全に運ぶんじゃと。それではやっていきましょう。すんごいなんか散らばってるな。はい。ルイダメかこれ。あ、これ登るってことか。これで、こっから。はい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 。抜いてと。あ、なるほどな。うん。なるほど。え、でもこれをさ、ここまで運ぶんでしょ？結構大変じゃない？あ、とりあえず運ぶしかないか。おい、ルイや、ルイ抜け。おい、働けよ、お前。おい、何見てんだよ。先輩が運んでんのよ、お前、何してんだ。
おーっとっとっと、あーやべ、敵の目の前じゃん。こいつ苦手なのよ。イワピクミン欲しい。イワピクミン、イワピクミン、イワピクミン、イワピクミン。待って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 、そっちじゃないそっちじゃない、待ってそっちじゃない。キノコなんか今どうなっていいんだ。敵敵敵いやー、はい、オッケー。どうしよう、これはでもキーピクミンだな。キーピクミンちょっとやってもらおう。で、運ぶの、まあ、でも青ピクミンかな、運ぶのは。15人か、ちょっと減っちゃったからな、足らないな。これ、青ピクミン頼んだら、結構時間、短く済むんじゃないか。いや、でもちょっと狭いな、そっか、道が狭いからダメなんか。まあ、それだとやっぱ、地上から行くしかないんか。はい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 。これで倒しますか、じゃあそれで。まあ、ここまで運んでもらった後に倒し始めよう。電気の敵だけども、キーピクミンには関係ないんで、行ってもらいましょう。おいは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 い。あ、待って、食われてる食われてる、そうだ。電気は関係ないけど、こいつ普通に食うんだった。やべ、めっちゃ減ったな。15人以下じゃないか、これもしかして。15人ジャストだ。これ運んでもらいましょう。今のうちに、こっち側やっていこうか。ここ破壊する意味あるね。ここ破壊しまして、破壊しろ。おい、オッケー。で、運んでもらいましょう。まあでも、とりあえず、青ピクミン増やせたのはいいね。結構。序盤で増やせたのは。よしよし、オッケーオッケーオッケー。なんか一匹いるな、あそこに。あれ、僕でもこれもう、あれ？もうこれ終わりじゃん。あれ、終わりだ。あ、違う、終わりじゃない、これ。そうだ、これよく見たら赤ピクミンのあれだ。赤ピクミンのポンガ仕草かい。ポンガ仕草じゃない、ペレットか、ペレットじゃない、なんだっけ、こいつなんだっけ、これ。オニオンかい。よし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 、いいんじゃないか。お前ら直通していくな。お前ら割と、お前そういう道行くの。その道は予想外だわ。待ってて、いるいるいる。要注意ですよ、これ。要注意。まあ、その、切り抜け、あ、やばい、でも、壁がある。壁があるっちゅうことは狙われるな。狙われちゃう、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 狙われちゃう。でも大丈夫か、潰されてない。おいおい、パニックパニック、パニパニックよ、すんごい潰されてるよ。いや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 、よしよし、オッケー。あぶねえ。いやー、本当に苦手だな俺この敵。前作からずっと苦手だもんな。でまたいるわ。ちょっと一瞬で、一瞬でやれこいつを。よし、オッケー。で、待てー待てー。すんごいやられた今。よーし、オッケー、終わりか。なんかぼーっとしながらやってたら、いつまでか終わったわ。はいはいはい、あとはもうこれで終わりだね。よかった。でも時間が足らないか、これ。早く終わって、早く終わって。目の前なんだよな。うん、おいはいはいはい、きたー。いやここ怖かった。キーピクミンめちゃくちゃやられたら間に合わなかったな。危な。これでミッションコンプリートですね。おい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 、メインエンジン一つ、よかったね。でも一つだけで凶暴な原生生物が多く生息している。なるほどね。まあ結構大変になるってことか、これからも。二つ目何個やんだろうな、これ。はいはいはい。とりあえずじゃあやっていきましょうか。力を合わせて原生退治と。洞窟探検もあるって書いてあるね。